メッシュ入れたところよりも根元側から絶対つけてください。はい、こんにちは、札幌占い美容師の山下誠です。今日は写真をね、こちらにしたい感じですね。はい、写真いただきまして、ちょっとこういう感じのグレージュにしたいんですけど、ブリーチして傷んじゃったんだけど。そうだと思います。ね、それで今日はブリーチちょっとしたくないということで、ブリーチを使わないグレージュの方法をちょっとやりたいと思います。グレージュを使わない 3D カラーの方法っていうのをやりたいと思います。で、基本から長さを伸ばしてるから、長さあんまり切れないけど、結構毛先が傷んでそうなんで、毛先の方を処理して、前髪を伸ばしてるかね。前髪は特に伸ばしてはいないので。ああ、なるほど。はい、まあちょっとその辺はその流れでいきますね。はい、ではやっていきましょう。まあ隣にこうついたりしてもいいんですね。で、なんでかっていうと、特に毛先の方が結構隣についちゃったりするんですけど、じゃあこの彼女、例えばじゃあこの部分だけ取った場合に、根元の毛の量が1000本、毛先の毛の量が1000本に対して400本になってしまいますよね。そうするとそぎを入れてますから、で中間ぐらいは、根元が1000本、毛先が400本だったら、中間が例えば600本ぐらいだったりとかっていう、そぎの、まあ、入れる位置からで変わるんですけど、例えばじゃあこの部分だけ考えたら、その場合、じゃあ同じようにメッシュを、根元1000本のところにメッシュを入れても、そぎが入ってるから毛先の方は少なくなりますよね。それは分かりますでしょうかね。根元の方で取って入れても、毛先の方はそぎを入れてるから、なんていうのかな、毛先の方を明るくした方がグラデーションで綺麗になるので、根元の方に1000本、根元の量の1000本に合わせるんだったら、例えば毛先は、1200本ぐらい入れてるようなイメージの方が本来ベストなんですけど、そうすると毛先全部塗ってるぐらいになっちゃうんですよね。そぎ入ってる人はほぼそういう風に感じになっちゃうんですよ。で、そぎ入ってない人だったら、ワンレンとかだと、こう同じように入れちゃっていいんですけど、あんまりそういう方いらっしゃらないので、今日の彼女の場合だったら、もうほとんど毛先の方塗っちゃっていいのかなっていう感じです。その場合はどうするかっていうと、僕はもうコームにこういう風にこうちょっとつけちゃって、もうこのままこの辺欲しいなっていうところがこうあったら、そのまま指でバーってこうそのままつけちゃいますね。毛先の方だけこういう感じで塗っちゃいます。筋を入れてフォームをこのようにして、ここでシューってこう入れて、バランスを保って毛先の方をちょっと多くしていきます。そうすることによって、毛先の方のグラデーション感っていうのが出てくるので、なんでホイールでやる必要はあんまなくて、むしろついちゃってもいいよっていう感じにしてます。ちょうどフォームの、このフォームで言ったら6名ぐらいまでつけて、そのまま縦にこうシュッと、実際にこの落ちる位置でやっていくような感じ、こういう感じですね。こうやってやっていく感じです。で、本当にすっごいそぎ入ってる人だったら、もうハケで塗っていったりとかもします。なるべく僕は横のラインは作りたくないので、縦でやっていくようにはしてるんですけど、ハケ使うと結構縦になって横のラインができちゃうので、なるべく縦でこういう風にやっていきます。こんな感じです。で、大体根元の量と、ここら辺はね、感覚になってしまうんですけど、根元と毛先の量が同じぐらいかなって感じになってきたら、いいかなっていう感じ、結構楽です。そこまで出すって考えると、これがベストです。少しお時間を置きます。この間にカラー剤を作っていただいてもいいですし、僕はもうちょっと用意してるんですけど、今僕時間今測ってたんですが、開始したのが、7時40分ぐらいだから、40分の間
まあ、塗って15分か20分ぐらい今の感じなんですね。でこの状態に、まあ、塗るのが大体10分ぐらいかかったと思うんですけど、この状態に今度、オンカラーしていきますね。だいぶ明度が上がってきているので、この上にで、こちらの染料は結構暗めにいかないと色が飛んでしまうんで、アディクシーのサファイアの3とアメジスト、これ11ですね、これを使っていきます。サントーンって他のメーカーでサントーンのナチュラルが、ナチュラルの、染料が入ってなくて、サントーンのものってあんまりないんですけど、このアディクシーさんの方はこのサントーンのカラーが結構あるんで面白いかなと。他のメーカーさんではできないようなダーク色が強いグレージュのカラーとか、そういうカラーが、まあ、できるのかなと思いますね。これ今使ってこの上にまあ塗っていくんですけど、若干染料場合、染料をですねちょっとこう弾いちゃうので、結構濃い色じゃないと馴染まないというか、この上から塗れないんですね。でちょっと間違わないでほしいんですけど、これが例えばパウダーブリッジだったらこれ同時進行できないので、パウダーだと1回流さないとダメですね。で、ネップの方から塗っていくんですが、このコームで、この3トーンのカラーを塗っていきます。メッシュ入れたところよりも根元側から絶対つけてください。そこはそうしないと根元に明るい、なんていうんだろうな、点みたいなのがちょっと残ってしまうんで、根元だけはしっかり入れてほしいんですけど、そこからは結構楽にこう溶かしていただいてもいいと思います。メッシュ入れたところはちゃんと残ってくれるというか、色弾いてくれますので、そこはメッシュっぽくなります。ですので、同時進行で時間がない時の、まあ、やり方って感じになりますかね。そういう時はこういう方法で、やっていかれたら、まあ、時間も早くて、普通のカットカラー2時間でこれだとできるかなと思います。パッケで塗るよりもこっちの方がいいのかなって気はしますけどね。これでやっちゃった方が、まあ、根元の点だけはちょっと気をつけていただいて、で毛先の方はこれ3トーンですからめっちゃ暗くなるので、あえてはまあつけてないですね。そこはグラデーションでつけていく感じにしようかなと思って、今つけたら多分毛先真っ黒くなっちゃうので、はい、線も90度に上げて、で根元の点っていうのを、点をなくすような感じで根元からちょっとこうつけていきます。で軽く溶かして終わりですね。まあこのぐらいの感じでやっていければいいかなと思います。毛先は曖昧にします。わざとですね。でこれ表面のところはちょっと細かくやった方がいいので、表面の方はちょっと慎重にやっていきます。で、なんで表面の方裏面塗らないのかっていうと、結構メッシュの時や裏面を塗っちゃうと結構表面のところ主張しやすいので、ここはもう、片面の表面だけとかの方が綺麗に見えると思うので、本当に少ない量で表面の方がいいと思います。これ今がっちり染めているというよりは、ついてないところを実際わざと作って、作ってます、はい、わざとですね。あんまり溶かしちゃうとそのメッシュのところがちょっとなくなっちゃうというか、表面だけはちょっと慎重に、つかなかったら結構ここ明るくなっちゃうとすっごいおかしいんで、表面だけ結構慎重にいきましょう。特に、はい、こんな感じで、はい、表面のところは根元から地肌につける勢いぐらいでこうやった方がいいかなと思います。で毛先の方は指だけで塗るとかでいいと思います。で後でまたグラデーションついてから根元の方を調節していけばいいと思うんで、で僕もまあたまに失敗あるんですけど、根元意外とついてない時があって、後であらなんか根元明るいってなっちゃうこと結構あるので、根元気をつけた方がいいですね。そうしないとカチャンってなっちゃうんで、この根元は、はい、あとはこの辺はもうちょっと指でなじませてあげたりとかして、は
されるといいかなと思いますね。あと発色を待ちながら毛先の方に、ちょっと伸ばしていったりとかをしたいと思います。色がちょっと入ってきたんですけど、はい、ちょっとずつ入ってきました。でちょっとコーミングしますね。で毛先の方にコーミングしてなじましていきます。でまたそこから時間をちょっと置いていきますね。このような感じで根元から毛先に対してコーミングをしていきます。で根元から根元ついてないところあったらちょっとしごいていく感じですね。ここは、はい、こんな感じでちょっとしごいていきます。こうすることによってでメッシュのところに色がちょっと乗ってくれて、あの色がちょっとオレンジっぽいの消えてくれるかなと思います。やっぱこういう風に染めるんでちょっと3トーンっていうのが必要なんですね。トーンが明るいだと あまり入らないんで3トーンぐらいがやっぱ必要なのかなって思います。カラー剤の、サファイアとアメジスト使ったんですけど3トーンですね。で2剤は加水とあとカチオン化セルロース混ぜて増粘してやってるので、まあ、大体加水はもうほんと弱い感じですね。 2% ぐらいでやってます。はい、今染めたんでこれから乾かしてちょっとだけカットしようかなと思います。で、乾かす前にヘナウォーターマイナス、これはキトサン入りのものです。あとヘナ、ヘナがですね使われてて、他には類似品あんまりないんじゃないかなっていう感じのものです。で、こっちがヘナジェルですね。このヘナジェル、これをちょっと毛先の中心につけて乾かします。これヘナジェルプラスっていうんですね。これ匂いいいでしょ。はい、なんか爽やかな、爽やかな北海道っぽい感じで、ラベンダーとかあーとか、ハッカとか使ってる。そうですね。そうそうそう。え、取れてたのかな。雇ってないわ。終わってる終わってるまあいいか、動画撮ってたのに。今こちらの方もう一回やり直さないと。こっちは、トリートメントカットをこのはい、撮影が終わりました。で、ワンプロセスで 3D カラー、オンカラーをワンプロセスでやるという感じです。で、ブリーチは使わないでやってみました。で、これから色落ちとかいろいろ楽しみかなと思います。あと、結構枝毛が多かったので枝毛を除去するのにトリートメントカットをしてみました。で、だいぶ明日から手触りがいいかなと思うので、トリートメントをやっても結局引っかかったりとか3日ぐらいするとしちゃうので、やっぱりカットでやらないとダメな部分はダメかなと思います。はい、今日もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。